神奈川県道21号横浜鎌倉線は、神奈川県横浜市中区本町三丁目交差点から、鎌倉市の並川交差点に至る県道である。本路線は、横浜市と鎌倉市を結ぶ幹線道路であり、横浜市においては、都市計画道路として、三環上重放射道路を構成する放射路線の一つとなっている。神奈川県横浜市中区の尾上町交差点。 南区の吉野町3丁目交差点までは国道16号と重複、横浜市栄区の高田交差点鎌倉市の鎌倉女子大前交差点間は神奈川県道23号原宿六通裏線と重複している。全区間が鎌倉街道の通称で呼ばれるほか一部区間は若宮王子とも呼ばれている。また神奈川県道23号原宿六通裏線との 重複区間は環状4号とも呼ばれているほか、起点の本町3丁目交差点管内駅、北口交差点間は管内大通りとも呼ばれている。起点から終点へと沿道の風景や接続路線などを順次述べていくこととする。なお、本校で右折、左折、直進とあるのはすべて起点から見た場合の方向である。中区、 編集国道133号に接続する本町3丁目交差点は起点である。ここから南西方向へ進み、小野町交差点で国道16号に交わり、吉野町3丁目交差点まで重複する。南区、編集横浜市営地下鉄ブルーライン、吉野町駅の真上にある吉野町3丁目交差点は十字路であり、西南西方向が県道21号。 東北東方向が国道16号館内駅、高島町方面、南南東方向が国道16号八万橋、横須賀方面であり、北北西方向は前里町4丁目交差点を経て平戸桜木道路へとつながっている。吉野町3丁目交差点の少し先には県道21号をこのまま進んだ場合の上大岡駅と横浜横須賀道路、 日野インターチェンジまでの所要時間が電光表示で示されており、上大岡駅までは、おおむね10の21分、日野インターチェンジまでは、おおむね16の32分で到達できることがわかる。県道21号は、起点から江南中央駅付近までの約4キロメートルは、地下鉄ブルーラインの真上を走る。平坦な片側2車線となっており、カーブも緩やかなものばかりである。 吉野町三丁目交差点を過ぎるとすぐに、吉野橋交差点付近において、首都高速神奈川3号狩場線と立体交差する。狩場線と県道21号とは直接つながっていないが、300メートルほど先の宮本町一丁目交差点で右折するか、もしくは、起点の吉野町三丁目交差点から北北西に曲がり、 案内表示に従って進むことで花抜き出入り口から出入りすることができる。吉野橋交差点から、牧田駅を過ぎ、通り町一丁目交差点では、環状1号と接続している。環状1号は、ここが起点であり、右折すると、井戸ヶ谷や狩場線長田出入り口、国道1号ほどヶ谷橋交差点へと向かうことができる。 広明寺駅付近では歩道に屋根が設けられアーケードをなしている。なお、京急本線愚明寺駅は500メートルほど西方に離れており、広明寺交差点を右折し広明寺商店街を経て向かうことができるが、昼間時間帯は車両侵入禁止となっており、それ以外の時間帯も東から西への一方通行となっている。起点からこの辺りまでは沿道にはファミリーレストランや ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、100円ショップ、その他の商業施設やオフィスビル、集合住宅等が雑然とひしめいているが、これらの商業施設には駐車場を持たないものも多い。ため、特にコンビニエンスストアや100円ショップの前では、時間帯によっては路上駐車が多く、片側に車線ではあるが、実質的には1車線しか使用できない状態になっていることもしばしばで、 混雑や所要時間増大の原因となっている。向かい田橋交差点では、右折すると横浜横須賀道路別所インターチェンジ、県道21号をこのまま直進すると、日野インターチェンジへ続く道となっており、向かい田橋交差点からの距離は別所インターチェンジの方が近いように記されている。ここから別所インターチェンジへの道は片側一車線ずつは確保されているものの境外であり、かつ、 バス路線ともなっているため、すれ違いの困難さから常時混雑している。湖南区、編集京急本線が立体交差している下をくぐると、上大岡駅の駅前である。上大岡駅を2階に持つ京急百貨店など、何軒かの高層商業施設が、県道21号を挟むように建っている。左側のウィング上大岡の1階は、バスターミナルとなっており、 鎌倉方面へ南下するバスはすべてここから発着しているが、右側にはバスターミナルはなく、吉野町方面へ北上するバスの停留所は路上に設けられている。上大岡駅前から約1キロメートル先の港南橋交差点にかけては、深夜、早朝以外は渋滞となっていることが多い。上大岡駅を300メートルほど過ぎ、席の下交差点では、左方向へ、 神奈川県道22号横浜伊勢原線が分岐する。さらに400メートルほど過ぎると、スーパーオートバックスの看板を中心に掲げた商業施設、クッディプレイスが左手に見える。この付近から約200メートルの間に信号が3カ所あり、下りはここが渋滞の先頭となっていることが多い。 関の下交差点のすぐ南で、笹下川を笹下橋で渡る。笹下川と日野川の合流点が、付近にある。江南橋交差点を過ぎると、比較的スムーズな流れとなる。また、起点から、ここまで地下を走ってきた、地下鉄ブルーラインは、江南中央駅から、戸塚方面へと分岐する。日野立体交差点では、環状2号と交差する。 左折して、環状2号を磯子方面へ向かうと、国道16号方面と国道357号、首都高速湾岸線磯子出入り口方面への分岐があり、校舎は国道16号、磯子作業道路を立体交差でまたぎ、直接国道357号につながっている。高南区、坂区から首都高速道路湾岸線へはここを通ると、 横浜横須賀道路を使用せず、かつ比較的容易に到達することができる。この辺りからは、商業施設や、集合住宅などの密度は減少し、緑も見えるようになる。また、自動車販売店が多く立地している。特に、吉原交差点から、日の立体交差点を経て、日のインター入口交差点までの、約 1.5km の間には、ホンダカーズ、ジャガー、スバル、 カローラ店、横浜トヨペット、トヨタ店、ネッツトヨタ、ブルーライオン、BMW、アルファロメオ、三菱自動車、日産自動車など10件以上の販売店があり、およそ100から200メートルに1件の割合で自動車販売店が立地していることになる。横浜横須賀道路の立体交差の直下にある、日のインター入口交差点を左折すると、すぐに、 横浜横須賀道路の日野インターチェンジがある。狩場方面、沢原方面の両方向への利用が可能である。清水橋交差点では、左折すると、江南大駅方面に達するほか、環状3号や神奈川県道23号原宿6、通羅線へもつながっている。また、右折すると上、長屋駅方面に達する。原の立体交差。上の橋が、環状3号の原の橋。 起点から通算すると五つ目にあたる、県道21号の上を通る立橋が、環状3号である。これを利用するためには、立橋の約100メートル手前にある信号で左折して速道に入った後、環状3号の原の共頭交差点で、右左折することになる。この分岐の信号からは、緩やかな上り坂となる、環状3号から県道21号に入るための、 速度が約200メートル先で合流し、その先にまた信号がある。ここからは急なカーブを伴う、急な下り坂が約400メートルほど続く。この付近は2006年9月にに車線化工事が完了した。坂区、編集港南、坂江区坂の7局付近、奥の森は本郷藤山公園。この連続カーブを過ぎると、 緩やかな下り坂が約1キロメートル続く。高電交差点からは、神奈川県道23号原宿六通羅線との重複区間となる。この高電交差点を先頭に渋滞が最長で、約5 0 0ル程度伸びることがあるほか、高電交差点から約1キロメートル先の鎌倉女子、大前交差点までは、両方向とも、深夜、早朝を除き常時混雑している。 鎌倉女子大前交差点からは右手が県道23号左手が県道21号に再び分かれる。なお、ほとんどのバス路線は神奈川県道23号原宿6通羅線方面へと向かうため鎌倉女子大前交差点から約800メートル先の砂押し橋交差点までは県道21号で 最も路線バスの運行本数が少ない区間となっている初わ瀬、上落寺経由大船な企業が一本運行されているのみで逆方向の設定はない。また、土曜、休日は運休となっている。鎌倉ハム工場、砂尾芝橋交差点、大船警察署などを経ると、上落寺交差点である。ここを右折すると、三菱電機情報技術総合研究所を経て、 大船駅に達する。この付近から約600メートル先の小袋屋交差点までは、再び常時混雑する区間となる。小袋屋交差点は、定時路になっており、北北東が、県道21号横浜方面、東南東が、県道21号鎌倉方面、西北西が、神奈川県道302号、小袋屋藤沢線藤沢方面となっている。約百メートル北北東には、 横須賀線と交差する第二鎌倉道踏切があるほか、交差点自体も各方向とも右左折車線が全く設けられていないため、交差点と踏切とが相まって渋滞を避けられない構造となっている。この交差点に設置されている信号は1日中、鎌倉方面からが黄色点滅、他の2方面からは赤色点滅となっており、 歩行者用信号の押しボタンが押された場合のみ、全方向の車両用信号が赤となる。2001年には、この信号を通常の運用とする交通実験が行われたが、点滅運用時を大きく上回る渋滞が発生したため、引き続き点滅運用を続けることとなり、現在に至っている。小袋や交差点からは、車道はより境外となり、 800メートルほど進むと、北鎌倉駅の駅前を通る。左の画像の下部に見える白線が、県道21号の歩道と車道との境界を示す、ものである。ここから500メートルほどの間に、遠楽寺、統計寺、上知寺、暁院などへ通じる路地が、県道21号から伸びている。そして、再び、横須賀線と踏切で交差したあたりから、 上り坂が600メートルほど続き、途中左手に、県庁寺を見て、小袋坂道門からは、急な下り坂となる。300メートルほど下ってすぐ大きく、右へカーブすると、左手は、鶴岡八幡宮の境内である。外堀に沿って300メートルほど先を左にほぼ、直角に折れると、八幡宮前交差点となる。ここを先頭に、渋滞が小袋坂道門付近まで伸びていることが、 多い。八幡宮前交差点から滑川交差点までは、若宮王子とも呼ばれている。このうち、八幡宮前交差点から旧鎌倉警察署前交差点までの約500メートルは、段カズラと呼ばれる歩行者専用の参道が道路中央にあるため、車道はその両側に方向別に分離されている。この区間は、中停車禁止となっているが、特に、 横浜方面への車線は路上駐車が常時多く、また2002年頃からは人力車の通行が増えており、それぞれ渋滞の一因となっている。鎌倉駅入口交差点、鎌倉郵便局などを経ると横須賀線のガード下をくぐる形で立体交差する。1910年から1949年までは現在の鎌倉駅入口交差点付近の道路上に 江ノ島電鉄の終点である小町駅が設けられていた。江ノ島電鉄は小町駅から若宮王子の道路上を通り、横須賀線のガード下付近からは、現在使用されている線路と同じ経路をたどっていたという、現在、小町駅の跡は残っていない。横須賀線のガードにほど近い下馬交差点では、神奈川県道311号鎌倉葉山線と直行する。 左折すると、小坪、津市駅方面、右折すると、長瀬、神奈川県道32号、藤沢鎌倉線、深沢方面となる。さらに300メートルほど進み、鎌倉警察署、一の鳥居を過ぎると、相模湾が視界に入り、500メートルほどで終点の、滑川交差点となる。滑川交差点は、定時路で、国道134号と接続しており、左折すると、 なぎさばし、津陽新道方面、右折すると、ゆいが浜ま村ヶ崎らがさき、こ越し越方面となる。南側はすぐ、相模湾に面したゆいが浜海水浴場となっており、毎年夏には、鎌倉花火大会の花火をここから眺めることもできる。なおこの道は、大型車は、許可車両と路線バス以外通行禁止。そのため、 別所インターチェンジも大型車の利用は禁止されている。人力車は軽車両であり、法律上歩道を通行することはできず、車道を通行することになっている。ありがとうございます。